白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいだきました「怪異な世界の水先案内階段誌の白谷でございます」13日の金曜日今宵お届けいたしますのは家の中のあの奥の暗い部屋がというお話。 ハルさんが高校を卒業して間もなくの出来事でありますその当時ハルさんの家族構成はおばあちゃまとお父様とそしてお兄様の4人家族お兄さんはハルさんが高校を卒業する間際に同じ長野県ではありますけれども別の市で公務員試験に合格をいたしまして一足早く お一人ででを出ていらししたたタイミングでしたそれが今度春さん高校を卒業して特段その土地にしがみついているという理由もなくなりましたのともとよりそろそろ一軒家を購入したいねなんという話が出ていた矢先のことでありますからならばいっそう先にお兄さんが引っ越しているその死でもって まずは予行演習じゃないけれど、一軒家を借りて家族みんなでもう一遍暮らそうじゃないかというそんなタイミングだったそうです。不動産屋さんを何軒か渡り歩いて一軒の不動産屋さんで大い,いめぼしいところを三つほど見繕いましてね。 話がまとまったのでそれでは早速内見しに行きましょうとおばあちゃまとお父様とそして春さんお兄様はすでにお仕事をしていらっしゃいますのでスケジュールが合わないああ自分のことはいいみんなに任せるからと言われておりましたので親切な不動産屋さんで おばあちゃんんとと父と私3人車にに乗せててもらって見に行っ見行たんです1軒目のお宅っていうのは立地が袋小路の行き止まりあたりにあって「なんかここ違うね」って言ってもちろんその場で「ここは用意しときます」とは言わなかったんですけどまあ見に行った3人とも「ここじゃないね」なんて。 それで2軒目に行ったんです。うん、まだ午前中だったと思うんですけど。さて、2軒目に案内されたところは、車中で不動産屋さん、あのですね、次の物件なんですけど、お車ですよね、普段。うん、ええ、そうです。駐車場のご利用とかは考えてますけど。 ああ、ちょっと駐車場が離れてましてですね。どうやら契約の駐車場というのが、お宅からおよそ5分ほどかかる場所にあると言います。それ聞いて、ああ、ちょっと不便だなって思ってたんですけど、いざいざその場所まで到着しますとね、 お家自体はすすごく立派だったんですほう立派ですか古い日本家屋なんですけど入り口のところすぐ玄関じゃないんですよ門柱が構えてあってでそこから中に入っていってみたいなほうなるほどそうすると敷地もそこそこありますねええまあちょっと奥の方になるんですけど 実際後で父と祖母ともそこ見て感心してましたけど中庭というか母なるほどねでこの2軒目のお宅ってのが問題のお家なんですねはい門をくぐって玄関まで不動産屋さんの先導でぞろぞろとついていきます 随分立派だね大きいわねなんという話をしていい不動産屋さんが玄関の鍵をガチャッと開けるカラ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 ではどうぞあの中の方自由に見てきていただいてああそうですかああどうもどうもじゃあ,あ,あちょっと失礼してはいあの僕向こうの方で待ってますんでああそうですか ああこれはどうもお世話様ですはいごゆっくりどうぞ不動産屋さんはそう言い残すとそそくさと敷地を出て車に戻ってしまった変だと思いません確かにだって普通ね不動産屋さんが先に入ってで お部屋とか間取りとかいろいろ説明してくれるじゃないですか。実際に一軒目回った時はそんな感じだったんです。ところがそのお宅は玄関開けて中自由に見てきてくださいって、中一緒に来なかったんですよ。うーん、なんでしょうね。わかんないですよね。うーんっていうか、 結果なんですけど知ってたんんだと思うんです知ってたそれでもその時はさほど気に留めることなく春さんご一家は中に上がっていきました玄関を上がりますと古いお宅特有の木の廊下が まずは手前からってんでお台所を見てそして居間を見てその広めの居間を突っ切っていきます。奥の方にはお風呂場がございまして一つ一つ「ああ、古いけれど手入れはされてるね」であるとか「うーんなんだか懐かしい匂いがするな」なんと言いつつ。 進んでいきますとさらにこの今の向こう側には二間続きのお部屋がございまして春さんはああきっとこの片一方が自分の部屋もう一方がお兄ちゃんが使うことになるだろうなとぼんやりと思っておりますさてこの二間続きのお部屋のもう一方隣にはえっ サンルームこれ驚きました話にも聞いておりましたし実際中を覗いてみますと相当年が経っているだろうとおぼしきその一軒やなんと二畳ほどのサンルームがしつらえてあったそうでああじゃあここは 飼っているフェレットのクーちゃんの部屋にしようとその頃、フェレット飼っててちょうどいいかなって思ってはいたんです外見も古いし中に入っても染みついた歴史をどうやっても感じ取るような建物ですがサンルームがある上に 先ほど覗いた浴室にはサウナまで作ってある。一体前に住んでいた方というのは、どういったセンスを持っていただろう。そしてまた、そこそこにお金を持っていたのかしらと、あれやこれやと過去に思いを馳せた。さて、ひとしきり見て回って、 もう一回あるぐるぐるとその家の中を回っているという感じでしたが一番最後気になったその部屋というのは廊下を挟んで向こう側に 考えてみると玄関入ってすぐの部屋だったんですけどそこ行くにはぐるっと回って2つ出入り口があったんですけどその二間続きの奥の方から入ると一番奥っていう印象なんですね。ででももも実際にはうう一つの方の方襖を開けると廊下挟んでもうすぐ 向かい間のところが今なんですそこの部屋なんとなく気持ち悪くて気持ち悪い他の部屋とちょっと違う感じがするんです言ってしまうとその奥にあった二間続きのお部屋と それからお風呂場のサウナあとサンルームこの辺がちょっと新しい感じがするっていうかリフォームしてるのかなっていう感じで他の部屋と違ったんですでもその一番最後に見つけた小さな部屋っていうのは古さで行くと今とか台所とか リフォームされてない、他の部屋と同じような印象だったんです。なんですけど。私ね、ちょっと霊感があったりもして。おそらくその時。もうピンと来てるんですよね。あそこの部屋なんだろう。 もともとの作りなんでしょうがこの気になった部屋というのは廊下の突き当たり玄関脇でありまして暗いもちろん廊下の明かりをつければ別なんでしょうがそこの一角だけまるで 何かの覆いがしてあるようにしんと薄暗かったお父さんとおばあちゃんはまだ奥の方でこのうちはどうだああだと楽しそうに話をしているその話し声を背にしながら春さんは 吉吉吉吉吉。岸村家を進んで襖の前に立った。つーっと襖を開けてみる。開けてみれば、その向こうに広がりましたのは。 がらんどうとした畳敷きの和室で窓が一つございましたがさてこの窓からは少しも表の明かりが入ってこない庭木の影響であったのかはたまた日差しを受けない側についていた窓であった。 そっと中に入ってみます。見ますと窓の下に小さな収納スペースの襖がございましてここ収納か。他に見るものもありませんからそっと近づいていって取っ手に手をかけると。 つつと開けてみた何かに導かれていたんでしょうかハルさんはここではっきりとした警告を受け取ることになるえ覗いてみますとその収納の中 ひっそりと古びたお札が一枚なんでこんなとこに気味が悪くなってツッツッと収納の扉を閉じると慌ててその部屋からお父さんとおばあちゃんのいるところまでかけていきますお父さんおおの温度奥の部屋見た 奥の部屋ああ玄関入ってすぐのとこかうんいやまだだけど私今見てきたんだけどあそこ収納があって収納の中にねお札が貼ってあんのお札うんねえ、うん、ここのうちねなんか私やめた方がいいんじゃないかと思っての <laughs> なんでよ。いや、今、母さんとも話してたんだけど、ここでいいんじゃないかと思って。えいやいや、広いしさ、庭もあるしさ。と、お父さんが、ひょいっと視線を反らせば、そこが中庭に面した窓で、その窓を開けて、おばあちゃまと二人、 ここ庭もあるしって言われて私も見たんですけど正直陰気な感じがすごくて水はけが悪いのかずっと苔むしてるんですね苔むしてる庭自体は悪くないと思うんですけどそれが なな感じじゃないんですしかもそこの庭の地面っていうのかな粘土質の土みたいなここのどこがいいんだろうって私だんだんここのうちじゃない方がいいって気持ちが強くなってやめようって話したんですけど。 父も祖母も全然聞く耳を持たないっていうかもうここで決まりだって私それ以上引き止めることもできなくって本当はこの後もう一件見る予定でしたが何もう一つ見る必要なんかないここで決まりだよと そこのお宅に引っ越しが決まってしまえばそれはどこか腹をくくるような節もあります。確かに収納の中のお札が気にならないとは言えませんけれどそこ以外はといって特筆するような悪い場所があるわけでもない。 長く人が住んでいなかったとすればどうしても陰気な空気というのはそこに漂うもんです。家族4人で越してくりゃきっとそのうち気にならなくなるだろうとその程度に心得てある時から先に引っ越しをして一人暮らしをしていたお兄さんも戻ってきて 再び家族四人での暮らしが始まったそうです。それでマハルさん、気にしない気にしないと思いつつ、あの暗い玄関脇の小部屋のことがどうしても頭からこびりついて離れない。昼のうちでも近寄りがたい空気っていうか、私、 最初、内見に来た時に感じたとおり今の奥にある二間続きの一方の部屋あてがわれたんで基本的にはそこの自分の部屋とあとは今となるべくその奥の小部屋には近づかないようにしてて結局家族の誰もその部屋自分の部屋として使うっていう人がいなくて。 タンスを置いたりとかお引っ越しの時の荷物普段使わないようなものを置いとく物置部屋にちょうどいいねって基本的には普段から出入り口の襖も閉じたっきりほとんど人の入らない部屋になっちゃいましたそんなある日の方です。 夕飯を済ませてハルさんは飼っていたフェレットのクーちゃんと今でじゃれ合っていたそうですがまさかんなことになると思わなくて今でハルさんは「クーちゃんクーちゃん」と言いながらそのフェレットと戯れておりましたが何かの拍子にクーちゃんがひょいっと首を上げて とと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 進んでいくと開け放たれておりました今の入り口から廊下に出た「あくーちゃん」呼べば戻ってくるものと思いましたがカツ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 と廊下を進んでいく音がしてそれっきり「やだどこ行っちゃう」と「くーちゃん」はるさん立ち上がってつずつっといっ で今のところからひょいっと廊下に顔を出すあれ空ちゃん暗い廊下奥の方を見ましても空ちゃんの姿がないどこ行っちゃったかなえ今の入り口から廊下捨てに あの暗い物置部屋の襖が少し開いているのを見たしばらく誰も使ってなかったし私もそうですけどそこの襖開けた覚えがないんです全開になってたわけではなく本当に少しだけ隙間が空いてる感じで どうやらその物置部屋の中からチリ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 と鈴の音が聞こえるクーちゃんの首輪についている鈴の音だとすぐにわかります、ええ、そっち入っちゃった少し躊躇しました昼のうちでさえ立ち入るのがはばかられるような部屋です 夜暗くなってから後謎はこれまでだって一遍も入ったことがないどうしても恐ろしいような思いがして近づくことができない部屋ですけれどもチリ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 ,チリと相変わらずその部屋の中から今にありながら声をかけて呼んでみますが戻ってくる気配もない 致し方ありません春さんは勇気振り絞ってその物置部屋の中を覗くことにいたしました今目の前で細く開いた隙間その向こうはドヨン 重苦しいような暗さでありますくくちゃんふすまに手を当てて隙間からそっと中を覗き込んだ最初あまりの暗さによく見えませんでしたがかすかに背中から 今の明かりが漏れいってその暗がりに何か動く気配を見たああそこにいるのかと思った瞬間ハッとして息をのんだその色の白い加減からクーちゃんかと思ったものはクーちゃんではなかった 冷たい汗がじわっと浮いてくるのがわかる細い隙間から垣間見たその部屋の床に這いつくばっていたのは白い着物を着た 女の後ろ姿だったその女はそして確かに床に這いつくばってつるつるつる 窓の側をめがけてうごめいている何あの人誰声も出ないまばたきもできないやがてその女は窓の脇にございました春さん専用のタンスのところまで行くと 片腕を上げてそのタンスにガリッと爪を立てたガリッタンスを伝って起き上がろうとしているその様が見える心臓が口から飛び出てくるんじゃなかろうかと思うような 激しいい動機を覚えている膝がガクガクと震えてくるあれはあの女はと思っていた時その女の足元につツつツ,ッツッとくうちゃんがかけてきてひょいとこちらを見たあクくうちゃんくうちゃんがハルさんのことを見つけて チリチリチリッと音を立てながら、こちらにかけてくる。いけないと思った。くーちゃんがこちらにかけてくる気配を感じ取れば、あの女がこちらを振り向くかもしれないというその直感は、すぐに現実のものとなった。今も、膝をついて、 すっかりタンスにもたれるようにして起き上がりかけたその女の首がぐるっとこちらを振り向いたすべての時が止まったような感覚に陥ったぐるりこちらを振り向いた女は両目を見開いて 隙間から覗いている春さんをじっと見たその女の目は黒目がない真っ白に黒目がないにもかかわらず自分を 鹿と見つめているのがわかるそしてその女はいつしか黒い煙のようなものがその全身にまとわりついているどれほどの時であったのかはわかりませんがようやく春さんはわっ と悲鳴を上げてこの悲鳴に驚いてお父さんとおばあちゃまとが「どうした!」と来てくれましたはっとして再び確認をしてみればかの女の姿はどこにもありませんでそれで私見たままのことを説明したんです そうしたたら父が言ったのお父さんが「やっぱり気のせいじゃなかったのか」ってどういうこといやうんちょっと困った顔をしてお父さんが打ち明けてくれたのは深夜一人で今に起きていてテレビを見ていた時 九段の部屋の中でガサガサゴソゴソと、まるで人がいるような物音を聞くことがあったそうです。一度や二度じゃない。そしてその音が聞こえると、大の大人の男性であってさえなお、嫌な心持ちになって、我知らず、悪くないぞ俺たちは。怖くないからな。 ととと声に出したたことがあったとそれを聞いているとおばあちゃんが「いやなんかいるのかなと思ってたのね」「母さんもうん、うん、いやね」「おばあちゃまはお昼間であります茶の間にいた時にふっとものの気配を感じてひょいと見れば」 歌人の誰でもない何かの影が今のふすまにポーっと映るのを見たことがあるという結局家族みんな何か感じてはいたんですそのうちどうしてもそれ以上住むのは私が見たのなんかね 黒いベルに包まれてすごい形相の女の人だったしじゃあ仕方がないしもうここは出ようって引っ越しが決まって次の部屋も見つかったいざいざ三日後にはここを明け渡してというその人と お兄さんも不思議なことが朝方起きてくると真っ青な顔をしていや俺も夕べなんか変だったよえ夜中にさ布団に入ってから明かり落としてなんだか視線を感じてね 今までそんなことないし何かなと思って顔上げたら女がさ膝抱えてうずくまってんだよそっから俺のことじっと見てんの寝入りっぱなっていうこともあって寝ぼけてんのかなと思ったんだけどはっきり見たんだよしかもさそこ絶対人が入れる場所じゃないんだよ えうんテレビボードとゲームの置いてある棚の隙間あの隙間のところにいたんだよその隙間人なんか絶対入れないぐらい狭いのにさそこから俺のこと見てただとすれば次は自分の部屋に訪ねてくるんじゃなかろうかと そんな気持ちでドキドキしていたそうですが無事に春さんはその女に脅かされることなくお引っ越しを済ますことができた引っ越しが決まってうちへ離れるってご近所にご挨拶に行って「半ばああやっぱり」 でももう半分は身の毛がよだつってこういうこと言うんだろうなって話聞かされて「今まで短い間でしたがお世話になりました」とご近所に挨拶回りをした時この家のすぐお隣さんが「そうでしたかええすいませんちょっと。 おなりましたいいえいいえ何かありましたのいやーまあ何かっていうとあれなんですけどねあのねもうお引っ越しされるってなったから黙ってようかと思ったんですけどお話し,しときますね何ですか 入ってたあそこ,の家あそこねもともと大家さんのねお姉さんがねご結婚された後にご主人と一緒に住んでたんですおお大家さんのお姉さんええー、あそこ大家さんの実家だからね なんですけどその大家さんのお姉さんがねご結婚されてるあそこでお暮らしの間にね体壊しちゃって寝たきりになっちゃったそしたらそのご主人って方がね別のところに女の人作って「はあそうですかそれだけじゃないんですよ。 奥さんそうやって寝たきりで動けないのいいことにねそのよそで作った女そこのうち連れてきて奥さんいるのよ奥さんいるのにねだから一時三人で暮らしてたええー、寝たきりの奥さんいるところに別の女を引き入れてたんですかそう。 それでそのうち奥さん亡くなっちゃってねもうほとんど奥の小さなお部屋でね面倒も見てたんだか見てないんだかそれで奥さん亡くなったと当然出てくもんだと思うでしょ出てかなかったのよそのままそこに居座ってそれで今の大家さんとね 出てけ出てかないっつってもう一時ひどい揉め事になってそれでもどんな人だったのかね結局住み続けてたんだけどそこまで言うとお隣さんはちょっとあたりの様子を気にして一段と声を潜めたそしたらね 腰なくなったのあそこ家の中でサウナあるでしょおりましたありましたそこのサウナで亡くなってんの見つかったそれがねおかしいのよ心臓発作で亡くなったらしいって話私たちも聞いてんだけど そこのサウナね、鍵なんかついてないんだけど、開かなかったんだって。え、そう。鍵ついてないのに、その扉開かなかったってなよ。だからね。 私たち心臓発作じゃないねってひどい仕打ち受けて亡くなった奥さんまだいてねそれで奥さん旦那さんのことを取り殺しちゃったんだってそれでそうやってねご主人亡くなっちゃったもんだからさすがに連れの女もそれでうち出ちゃってしばらく空いてたのそんなふうにして 人人が2人も亡くななってるしねなんだか嫌だわねって言ってたけど開けとくわけにもいかないんでしょうそれで貸し出しになったみたいだけどお宅様もそうだけどねあそこ貸し出すようになって結構いろんな方入られたのだけどみんな長くないのよすぐに出ちゃうのでいや妙なことがあってって言うけどねあると思うわよ 虫の知らせとでも言いましょうかご主人が亡くなったとされるサウナルームもせっかく新しいものでありながら誰も使うことなくそのままにしてあったそうですいろいろとたどってみるとハルさんの使っていたお部屋とサンルームこれはどうやら あの小部屋で奥様が息を引き取った後に増設したものらしいだからきっと私の部屋には来なかったんだと思いますその話聞くとやっぱりまだあの女の人つまり前に住んでた大家さんのお姉さん あそこの家の中にいたんだろうなってひどいことをしたご主人に恨みを晴らした後もそれでも気持ち断ち切れずにいつもいつも 自分の寝てた部屋ばっかりじゃなくて家の中中徘徊して歩いてたんだなって夜中にガサッゴソッと使っていない部屋から物音が聞こえましたらただのやなりじゃない 何かがいるのかもしれません。わ今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録・高評価のほどお願いを申し上げます。昨日、生配信でもご報告させていただきましたが、じゃじゃじゃん ご登録10万名様突破の銀の盾いただきましたありがとうございます、えー、本当に応援してくださるご視聴いただく皆様のおかげでございますこれから先も週に一遍というローペースではございますけれども一生懸命に務めさせていただこうと思いますのでどうぞ今後とも引き続きよろしくお願いを申し上げます 朝夕と冷え込みが厳しくなってきております皆様くれぐれもお気持ちお体ご健康にお過ごしくださいそして白谷でございますけれども12月年内いっぱいですね毎週末のようにあちこちお邪魔して生の講演会目白押しでございます近くに白谷が来るなを予定が合うなという折にはぜひぜひ 生の白谷聞きに会いに来ていただけますと幸いでございます。こちら概要欄にも詳細貼っておきますので、ぜひ一度ご参照いただけますと嬉しいです。それではまた次週、元気にお目にかかりましょう。まったねー